シュトットガルトのホルダーカレスティーハー36にある、ベクターキャンパスのメインビルに向かって南からの景色。ベクターインフォマティックは電子システムのネットワーク化のためのソフトウェアツールと、コンポーネントを開発している企業。シリアルバスシステムキャン、リン、フレックシュレイ、モスト、イーサネット、アフディックス、リンク429、およびサイジェ1708だけでなく、 サイジェイ1939、サイジェイ1587、ISO11783、ウンビア2000、リンク825、コネロス・プイス、カノーパンなどのキャンベースのプロトコルに基づく製品を開発している。本社はドイツのシュトゥットガルトにある。子会社にはブラウンシュバイク、ミュンヘン、ハンブルク、レーゲンスブルクに加えてブラジル、中国、フランス、 イタリア、イギリス、インド、日本、韓国、オーストリア、スウェーデン、米国の国外子会社が含まれる。ベクターインフォーマティックには、技術製品開発の最適化を専門とするコンサルティング会社である、ベクターコンサルティングサービス GMBH も含まれている。全体として、これらの企業は、ベクターグループと呼ばれる。ベクターソフトウェア GMBH は、 1988年4月1日に、エーベルハルト・ヒンデーラー、マーチン・ライッチェル、ヘルムート・シェディングによって設立された。1992年、同社は、ベクター・インフォーマティック・ GMBH に社名を変更した。同年、最初のカナライザーライセンスが販売され、同社の売上は初めて100万ユーロに達した。1996年、 最初の購入及びカナペライセンスが販売された。1998年にベクターキャンテックが設立され、翌年にはベクタージャパン株式会社が設立された。2001年、エンジニアリング開発とその費用対効果に関するコンサルティングサービスを提供する5会社ベクターコンサルティング g m b h が設立された。2006年、ベクターインフォーマティックは ミクロンエレクトロニックデバイセズ AG からディビジョン4メートルソフトウェアを買収した。同年、ベクターグループの売り上げは初めて1億ユーロを超えた。翌年、ベクターコリアが設立され、2009年にベクターグレート、ブリテン、ベクターインフォーマティックインディア、ベクターチャイナが設立された。2011年、以前の中国の駐在員事務所は、法的に独立した事業に転換された。 2011年8月、ベクターインフォーマティック GMBH の4人の所有者は、その事業分担を家族財団及び、ヒエリ財団に譲渡した。2011年9月、ベクターの従業員は1000人に達した。2013年に新しい子会社ベクターオーストリアが設立され、続けて2014年にベクターブラジルとベクターイタリーが設立された。 2017年1月18日、ベクターインフォーマティックは、組み込みソフトウェアテストプラットフォームベクターカストを開発する米国企業、ベクターソフトウェア、インクを100%買収した。2018年6月、ベクターインフォーマティックは、スキアソフトウェア分析プラットフォームを開発するフランス企業、スッカリングテクノロジーズ SAS を100%買収した。 前述のように、ベクターは、シリアルバスシステムキャン、リン、フレックシュレイ、モストだけでなく、サジェイ1 9 3 9や、カノ n o p などのキャンベースのプロトコルに基づいた、電子システムのネットワークを扱う。明らかに同社の焦点は、車両の電子制御モジュールである。ただし、この分野で得られた経験は、アビオニクス、大型車両、特殊機械、 組み込みシステム全般などの他の分野にも適用されている。プレスリリースの選択は追加の背景を提供する同社の主要製品の一部。ありがとうございます。